満徳院は、新言州の寺院。正式名称は、福光寺満徳院。ここではその前身である、秋国王朝様綱の満徳院についても記述する。慶長5年の関ヶ原の戦いに敗れた、毛利年家は、須訪、長戸国へと原報され、重臣であった吉川家当主、吉川広家も須王国岩国へと転報された。 吉川氏の本領であった秋国大長僧にあった満徳院を岩国に移転させ、新言衆の寺院とした。慶長11年に死去した吉川元春正室新城局も、この寺に埋葬された。その後は、岩国領主吉川家の保護を受け、現在まで続いている。岩国満徳院の前身は、吉川元春の着難、吉川元長が、天正3年頃、 秋国大朝に建立した初州見学の寺院であった。創建当初は本堂と栗だけしか存在しなかったが、元町の別邸として利用され、元町の心の支えとなった。元流し後、弟の吉川広家が、菩提寺へと改修、石垣や庭園を増築した。吉川博家正室で、浮田直家娘の姿光院も死後、この寺に埋葬された。 慶長5年、吉川市の岩国天保により、万徳院は岩国へと移転し、寺跡は放置されて廃墟となった。その後、荒れるがままの状況であったが、昭和61年8月28日に、吉川市上官跡の一部として、国の史跡に指定、平成3年から広島県教育委員会によって発掘調査が行われ、その後整備を経て、現在は、 歴史公園となっている。平成9年9月2日に、史跡、吉川市上官跡の指定範囲が追加された。境内跡地には、本堂、栗、風呂屋、庭園があり、石垣、石段、山道が残り、吉川市の交流を忍ばせる。また、整備に伴い本堂の規模を、原寸大に再現した、ガイダンスホールや、1月2月12月を除く毎月、 第三日曜に虫風呂体験が行われている風呂屋が復元されている。庭園は本堂の北側に玉屋と坪庭風呂子庭、西側に池庭を配しており、干渉主軸鬼方向を持っていたと推定される。平成14年9月20日に国の名称に指定されている。ありがとうございます。